こんにちは、スピリチュアリストののりです。今日もご視聴いただきありがとうございます。私事なんですけども、ちょうど昨日、以前から気になっていた神社、伊沢宮っていう伊勢神宮のですけども、そちらに遊びに行ってきて、いい波動が出ている神社だなと思って、また機会があったら行ってみたいなと思いました。それはそれとして、今日のお話は何かって言いますと、これからの時代はもうあらゆる価値観体系が変わってきて、で今までの既存の常識とかがどんどん壊れていくことが予想されますよってことは、これまでに何度かお話しさせていただいてるんですけども、そんな中で、考え方の一つとして、こういうこともちょっと気にしておいた方がいいんじゃないのかなっていう話を、これあくまでも私の考えでしかないんですけども、そんな話を今日はお伝えしたいと思います。何かっていうと、この世の中にあふれる情報っていうのは、情報が自分を幸せにもするんですけども、反対にこの不幸にしてしまう場合もあるんですね。でこれはどういうことかっていうと、例えばこういう話があるんですよ。世界にはイルカを捕まえるイルカ漁をやってる人たちがいるんですね。であれって確かにひどいことしてるなって思うんですよ。イルカくんかわいいし、イルカくんかわいそうだなって私も思いますし、でそう考えると、例えば水族館とかにいるイルカだって、元はどっかから捕まえてきたこのイルカを、言ってみれば人間のエゴで見せ物にしてるって言えるんですよね。でそうやって考えると確かにひどいことしてるんですよ。でそれがかわいそうだから、そういうイルカ漁を禁止すべきだって SNS ですごい勢いで活動したりとか、街頭で抗議の活動されている人たちっているんですよね。で彼らの気持ちももちろんわかりますし、私もイルカくんはかわいそうだと思うから、で、ああいうのはやめた方がいいなって確かに思うんですよ。でも、それを分かった上で、私はこんな風に考えていますっていうのをちょっとお伝えすると、例えば、イルカくんもかわいそうなんですけども、ペットのパピーミル問題ってありますよね。で、あれも、すごくひどいことをしてるんですよね。で、パピーミル問題ってのは、例えば劣悪な環境で、そのワンちゃんとかネクちゃんを、もう繁殖させて、で、お店で売って、で、お店で売れ残ったら処分しちゃうっていう、そういうひどいことをやってる人たちがいるんですよね。で、これはこれで、そのペットのパピーミル問題ってことで、問題になってますし、であれもひどいことしてるなって思うんですよ。でさらに言うと、例えばビーガンとかベジタリアンの方は別として、みんな牛とか豚食べるんですよね。で私もお肉は普通に食べるんですよ。でもあれもよくよく考えてみると、実際にこの動画とかも YouTube に上がってて、でそういうのを見ると、本当にかわいそうだなってやっぱり思うんですよ。じゃあ牛とか豚とか食べるのはかわいそうだから、その代わりに魚にしようかって言っても、でも本当は魚だって生きてるんですよね。でお魚さんだって生きてるわけだから、もしかしたら人間なんかに食べられたくないよって思ってるかもしれないんですね。でもっと言うと、植物もちゃんと命ですし生きてるわけなんですよ。でさらにこういったスピリチュアルな世界のこととかをいろいろ学び出すと、実は植物とかも彼らもちゃんと意識があるんだってことが分かってくるんですね。というかこの宇宙に存在するものはそもそも全て命であるわけなんで、でこれについて別の動画で話しているんで、そちらを見てもらえると嬉しいんですけども、何の話かっていうと、だからこういうことをいろいろ考え出すと、実は私たち人間は何にも食べられなくなっちゃうって話をしたいんですね。で私たちが食べているものってのは基本的には全部命なんですよ。なんでかっていうと、この宇宙には
そもそも命しか存在しませんですし、その私たちはその命をいただくことでしか自分の体を維持することができないような、そんな仕組みになってるんです。じゃああとはこの世界にはまだどういう問題があるのかっていうと、まだまだいろいろあって、例えば、これもたまたま先日 YouTube で見た動画なんですけども、そのアフリカのひどい状況をずっと配信しているっていう YouTuber の方がいて、でそれで知ったんですけども、アフリカとかのあっちの地域って政治的問題とかがいろいろあって、でそれでいつも紛争とか、まあ戦争みたいなのが常に起きてるんですね。でそれの原因になってるのが、例えば金とか、あとレアアーツ、ああいったものの利権をめぐる争いが、まあ、常に起きてるんですよ。で、そういった利権による争いによって、すごい経済格差が生まれて、その格差によって、飢えで苦しんでいる人たちも、アフリカの方にはいっぱいいるって、まあ、そういう話なんですよね。まあ、あと他には何があるのかなっていうと、例えば、じゃあ今度は中東に目を移せば、まあ、今なんかだと、アフガニスタンとタリバンの問題ですよね。で、あれはすごく大変だなって思うんですよ。あと、じゃあイスラエルはどうかっていうと、もうイスラエルなんかはもうずっと争いっぱなしですよね。ガザ地区に住んでいるパレスチナの方々とかも、まあ大変なわけなんですよ。で、彼らと対峙しているそのイスラエルの人たちって、まあ元を例えばそのアシュケナージ系ユダヤ人であって、まあ本来のユダヤ人ではないっていう、まあそういう問題もあったりするんですけども、まあ、あと何があるのかなっていうと、今度はあと中国なんかだとウイグルの問題ですよね。これも一時期ネットですごく吹き上がっていた時期があって、あれも確かにひどいんですよ。で、私の動画のコメント欄にも一時期ウイグル問題を取り上げてくれってコメントもありましたし、まあ、あとは全然関係ないことを話している動画に対しても、あなたは今ウイグルで何が起きているのか知らないんですかとか、なんかそういうコメント書いてくださった方がいて、で、そんなんでよく未来は良くなるとか、そんないい加減なこと言えますねって、そうやって攻撃してくる人もいたんですよ。で、またその面白いのが、その人が私は光の選手でライトワーカーだから、だからどうのこうのってなんかいろいろ言ってきたんで、もうなんだそれと思って、もうめんどくさいから消しちゃったんですけども、確かにウイグルもひどいんですよ。で、その原因は何かっていうと、ファストファッションとかの、ああいうブランドが低賃金で向こうの人をその強制的に働かせることによって、そういう、ひどい状況が起きているってのもありますし、あとは、その、臓器の売買のそういう話だってあるんですよね。で、そういうことも、私はちゃんと知ってるんですよ。じゃあそういうのを防ごうと思ったら、じゃあもうファストファッションの服着れませんよねってことになりますし、もうそれどころか、もう通販で普通に売ってるような、そういうブランドが売ってるような洋服は一切着れませんってことになりますよね。で、そういう話になっちゃうんですよ。あと、じゃあ日本に目を向けてみると、今回のコロちゃんで収入がなくなって大変な思いされている方も、まあ、結構多いんですよ。特に飲食業界の方とか旅行業界の方とかなんかもう大打撃を受けていて、で、まあというか、まあほぼ全ての業界ですよね、コロちゃんの影響を受けて大変な思いしているのは。でも一部の人たちはその富が集中するようになっていて、で資産の、まあ二極化っていうのが起きている状態なんですよ。で、これって、まあつまり何が言いたいのかっていうと、今の世界って問題は山積みなんですよ。まあそんなことは言われなくても皆さんご存知だと思うんですけども、で、この世界に起きている問題って無数に存在しますし、で、その無数に存在する問題がなくなるってことは実はないんですよね。で、これは何でかっていうと、過去動画を見てもらうとなんとなく伝わると思うんですけども、未来の社会を予想した時に、確かに
今よりもこのみんなの平均的な生活レベルとかは良くなっていきますし、今なんかだと特に SDGs がその世界の一つのその世界的なルール決めのようなものになっていて、だからそれによって実際貧困はなくなっていくでしょうし、飢餓とかもどんどんなくなっていく方向に世界は向かっていると思うんですね。で、ここはちょっとSDGs がいいのか悪いのかっていうジャッジはあえてしませんけども、でも取り組みによって実際物質的な豊かさというか貧困のラインの底上げがされていくだろうなっていうのは、これは事実だなって思うんですよ。ただそうは言っても世界からあらゆる問題が完全にゼロになることは、これは永遠にないんですよ。なんでかっていうと、問題というのは次から次へと出てくるもんだからなんですね。で、一応世の中はまあこんなような仕組みになっているんだってことがありまして、で、その上でなんですけども、今日お伝えしたいのは、この世界に起きている問題というか、まあ正しく言うとあなた自身が感じている問題っていうふうに言った方が正しいんですけども、で、あなた自身が感じている問題っていうのは結局情報に比例しているんだってことをお伝えしたいんですね。で、これがちょっと分かりにくいかなって思うんですけど、まず今世界では無数の問題があるんですよ。もう無限に問題ってあるんですね。で、今は SNS があるんで特にそうなんですけども、私たちは世界で起きているありとあらゆる情報を簡単に入手することができるんです。で、それによって世界で起きているありとあらゆる問題も知ることができるんですね。で、世界のいろんな情報を知ることができるこの今の環境は、確かにそれはそれでいいんですけども、この情報を知るってことはどういうことかっていうと、その情報が持っているプラスの部分とさらにマイナスの部分、このプラスとマイナスの両方を受け入れるってことが情報を知るってことなんですよ。で、これは結構伝わりにくい部分かなって思うんですけども、ただここが分かってないと、そのむやみに情報を知ることによってそれで苦しんじゃうってことになっちゃうんですよね。で、情報ってのは実は今の時代は自分から取りに行かなくても向こうから勝手にやってくるようになってるんです。例えば SNS で勝手に流れたりとか、あとはもうテレビつけてればもう勝手にニュースでバンバン流されるんですね。で、向こうから勝手にやってくる情報によって勝手に翻弄されて勝手にわーって吹き上がっちゃうような方々で、そんな方々が実は全体の7割8割ぐらいなんですね。でもまあこのチャンネルを見てくださる方の多くはそんなことないと思うんですけども、でも一般的に考えると多分それぐらいの割合なんですよ。で、まあこれは前にもお伝えしたんですけども、そのインターネットの仕組みがどうなってるのかっていうと、まあ自分が知りたいと思った情報をみんなが検索するんですけども、で、一度検索するとあとは Google さんの AI が、あ、この人はこういうことばっかり検索しているから、だからきっとこういう情報が好みなんだろうなっていう、そういう情報のマッチングを検索エンジンが、まあ、勝手に自動で行うわけなんですね。特に YouTube なんかすごくわかりやすくて、自分が欲しがる情報を、あなたはどうせこういう動画好きなんでしょみたいな、まあそういうことを言いたげな感じで、関連動画がその人の趣味嗜好に合わせて、もう勝手に自動で表示されるような、そういう仕組みなんですよ。ただ、先ほどもお伝えした通り、情報を知るということは、つまりはその情報が持つプラスとマイナスの部分を両方知ってしまうっていうことになるんですね。
で、このプラスとマイナスの部分を両方知ってしまうってことはどういうことなのかっていうのをちょっと説明すると、これは前に長嶋さんとコラボさせていただいた時に長嶋さんが話題にされてた話だったなって思うんですけども、斉藤ひとりさんのついてるついてるって話があるんですよね。で、これが分かりやすいんですよ。どういうことかっていうと、ついてるっていう言葉を自分が発するってことは、つまりは同時に反対側のついてないっていうことも同時に発生させているってことだってことなんですね。これなんでかっていうと、この宇宙っていうのは常に陰と陽があるんですよ。で、光と闇が常に存在してるんですね。で、こういった両極端の特性を含んでいて、だからそれによってバランスが取れているのがこの宇宙なんですね。で、陰と陽とか光と闇とか、もっと言うとついてるとついてない。で、これが両方含んでバランスが取れているのが宇宙なんですよ。だから口に出してついてるついてるって言って、確かについてることが起きる時もあるでしょうし、それによって本当に心がポジティブになっていくこともあるんですよ。でも本当はそれってすごく初歩的な段階なんですね。で、特にこういった目に見えない世界のことを探求していったら分かってくるんですけども、仏教的に言う方便ですね。で、方便を使って段階的に話していかないと伝わらない話ってやっぱりあるんですよ。だからお釈迦様もこの方便っていう言葉をよく使ったんだと思いますし、真理に到達する前の段階には、ある意味その耳障りのいい話って最初は必要なんですよね。で、それがひとりさん的に言えばこのついてるの話になるんじゃないのかなって私はまあ勝手にそんな風に思ってるんです。ただ本当はそのついてるということによってついてないっていう部分も発生してるんですよ。で、そうじゃないとその宇宙の構造としてやっぱりおかしいんですよ。で、もう一個ちょっと例え話しますと、例えば引き寄せの法則ってのがあるんですよね。で、引き寄せの法則ってのも結局のところは、自分が今見ている次元ですね。で、その自分が今見ている次元においてその現象界を見た場合に、その引き寄せの法則ってのがあるって解釈できるってことであって、これもある意味方便なんですよ。まあ、私が最近よく話している人間には自由意志はないよっていう話なんですけども、引き寄せの法則でよく言われているような、その、ありありと頭に思い浮かべたものが現実化できるとか、ワクワクした方を選択すればそれが正解ですよっていう、まあ、そうやって言うんですけども、ただ、本当のことを言いますと、そういうふうに感じる現象があるってだけで、本当はその自分の意識がそこでフォーカスが止まっているから、つまりこれどういうことかというと、俯瞰をできていないから、その頭にリアルに思い浮かべたものが現実化できている、ってそう感じているだけって話なんですね。だから自分の人生がもう何でも全て自分の 100% 思った通りになりますよっていう話では、そういう話では決してないんですよ。で、正直言うと人生は思い通りになる部分もあるんですけども、半分は思い通りにならないもんなんですね。で、この仕組みはまあ私の最近の動画でまあよく話していることなんですけども、ただある意味方便として近視眼的に見た場合に願望が実現しているような感じがするってだけなんですよ。でも本当のこと言いますと、実は自分にとって都合のいいことが起きたとしたら、同時に自分にとって都合が悪いことも本当は起きてるんですね。で、それでプラスマイナスでバランスが取れてるんです。まあだからその証拠に、例えば私は生まれてからもう今までその人生が全部自分の思い通りになってますとか、願望は全て 100% 引き寄せられてますって、そんな人ってただの一人も見たことないんですね。で、引き寄せが成功しましたって人もちゃんと観察すると、必ず自分の望まないことも同時に体験してますし、それを引き寄せてるんですよ。だからこれと同じ感じで、
情報とか知識を知るってことは、実はその情報が持っているプラスとマイナスの部分も両方引き寄せているっていうことになるんだと思うんですよ。だからこれ精神世界とかスピリチュアルの界隈でもよくあるのは、探求して探求すればするほどどんどんと迷子になっちゃって余計悩んじゃう人っているんですよね。でも反面、その探求しても悩まない人とか迷子にならない人もいるんですよ。じゃあその違いは何なのかっていうと、探求しても悩んだり迷わない人ってのは、プラスとマイナスの両方の事象を引き寄せても自分がその中にはまってない人なんですね。要は自分自身はちゃっかりその自分のそのニュートラルな視点を持っていて、要は一段上の次元から冷静に俯瞰してみることができてるんです。で、良いことも悪いこともちゃんと俯瞰してみられる方は、プラスとマイナス、両方の事象を知識として知っても別に平常心でいられるんですよね。で、ここで大事なのは、プラスとマイナス、両方して俯瞰してみるってことなんですよ。ということは、仮に良いことが起きたら大喜びするけど、悪いことが起きたらそれはスルーしてなかったことにしちゃおうとか、で、こういう考え方って一見すると、いいような感じがするんですけども、でも実はこれってバランスが悪いんですよ。物事をちゃんと俯瞰してみたかったら、良いことが起きても平常心、悪いことが起きても平常心ってことになるんですよ。でもっと言うと、良いことが起きても感謝、悪いことが起きても感謝なんですよ。まあ本当はこれができると理想的なんですね。だから良いことが起きて、まあ、キャーって大喜びしてはしゃいじゃう人ほど、実はそんな人ほど悪いことが起きると今度はその分すごく落ち込みが激しかったりするんですね。で、こういう気分のその上下が激しい人って、まあ、いわゆるめんどくさい人なんですけども、でも、皆さんも周りにいる人を観察してみると分かってくると思うんですけども、この落ち込みが激しい人って反対に喜びの表現も激しいから、だからまあ、面白くもあるんですよね。でも、言い方を変えると、それは全然俯瞰できていないということになるんです。と、まあ、宇宙は一応はこんな仕組みになっているみたいなんですね。だからその上で、情報を知るっていうことは、つまりプラスとマイナス両方を受け入れるんだという、まあそういうことなんですよ。で、ここが分かってないと実は勉強すればするほど迷っちゃったりとかしちゃうわけなんです。例えば自分が健康の時はすごくいいんですけども、ひとたび病気になるとめちゃくちゃ落ち込んじゃったりとか、まあそういう風になっちゃうわけなんですね。じゃあもういろんなことを探求したりとか知識を知ったりとか情報を得ようとするのは、それは苦しみの元になっちゃうからやめた方がいいのかっていうと、もちろんそういう選択もあるんですけども、まあ私としてはやっぱり俯瞰力を意識した方がいいと思うんですね。要は俯瞰して斜め上から見ているような感じですよね。で、俯瞰をしてみるってことは、つまりは意識の次元を上げるってことなんですよ。で、意識の次元が上がると感情の揺れ幅が狭くなるんですね。で、自分にとって好ましくない出来事が起きてきたとしても平常心でいられるようになりますし、反対にすごくラッキーなことが起きても平常心なんですよ。で、これって一見するとなんか面白くないなって思えるかもしれないんですけども、でもそういうもんなんですね。事実そういうもんなんです。まあそんなわけでちょっと最初の話に戻るんですけども、つまりは問題って探せば無限に存在しているってことなんですね。で、テレビで表に出てない情報なんてのはもうめちゃくちゃあるんですけども、ただおそらくネットとか SNS とかでも、それでも表に出てない情報とか問題も、それもめちゃくちゃ多いと思うんですよ。でも、そんな問題を全部解決するのは、まあ無理なんですね。だから、そんな解決不可能な問題に自分がはまり込むのも、ある意味無意味なことだったりするんですよ。
でもちろん自分が何か問題を感じていて、例えばあのイルカ捕まえるのかわいそうってすごく感じている人がいたら、それをあのいろんな人に知ってもらいたいってことで、あの自分が SNS で拡散するのも、まあ、いいと思いますし、まあ、それも やればいいと思うんですけども、でもその自分にとっての問題を自分以外の人に、今こういう問題があるから、これもあなたも知るべきだし、これをみんなの力で解決すべきだって周りの人に強要するのは、それはどうかなって私は思ってるんです。なんでかっていうと、まあ、繰り返しますけども問題とはそもそも無限に存在しているわけであって、それはあなたにとっての問題ってだけで、あの今のあなたに見えている問題だってことだからなんですね。だから他の人にとったら別に問題でないことの方がはるかに多いんですよ。で、こういう話をすると、あの、一見すると、今スピリチュアルな界隈でよく言われている、例えば統合の話とか、あとはワンネスの考え方とかの、そういうのと正反対の、それって分離の考え方なんじゃないのって言われるかもしれないんですけども、まあそうじゃないんですよね。その、今、あなたが見ている世界ってのは、あなたにとっての現象世界なんですよ。で、あなたが見ている世界というのは、そのあなた自身が持つ、私はこの点に問題を感じているっていう、そういうフィルターがあって、で例えば今なら分かりやすいのがワクちゃんのこととかでもそうなんですよ。でそういった自分の思い込み、つまりその自分の観念というフィルターを通して出来事をジャッジしてるだけなんですね。だからこういうことが分かってくると、じゃあ私たちはこれからどういうふうに行動したらいいのかっていうのを考えると、あの結局こういうことになると思うんですよ。例えばテレビに映し出される遠く離れたよくわからない国のニュースとか、例えばアフリカの子どもたちがその飢えとかで苦しんでいる映像を見たとしても、それは実はあなたの問題じゃないよねってことになるんですよ。でこうやって言うと、世界に苦しんでいる人がいるのにそれをほかっとけってことなのとか、それにあの共感してかわいそうって思うのが当たり前なんじゃないのってそうやって思われるかもしれないんですけども、でも事実その映像を見たとしても 99.9% の人は何もできないんですよ。それよりも自分が今できることをただ考えるしかないんですよね。で、それも言ってみれば分離によって、まあ、要は天に使わされたあなたの使命だって言えるんですね。ってことは、今世界がどれだけ混乱に満ちた状況になっていたとしても、そこは関係なしに一旦落ち着いて、例えば自分がその歌を歌うのが好きだとしたら、私は歌手だから歌でみんなを幸せにするんだって、まあ、そういう使命を感じる人はただそれをやっていればいいっていう、そういう話になってくるんですね。でこれ考えてみればわかるんですけども、仮に自分が今そのテレビもありません、ネットにもつながっていませんっていう、そういう山奥で生きていたとしたら、そんなあなたはアフリカの大変な状況とか、ウイグルの大変な状況とか、あとはイルカ捕まえるのかわいそうとか、そういう知識を知ることもなかったってことになるんですよ。で、知らないということは、それはあなたにとっての現象世界には存在しないってのと同じなんですね。でも、こういったそのメカニズムが分かってないと、SNS とかでいろんな情報を知ることによって、もう自分がもう心がぐっちゃぐちゃにかき回されちゃうんですよね。なんでかっていうと、情報というのはそもそもプラスとマイナス両方を含んでるからなんです。しかも今はそういった情報がこっちから選ばなくても、今は向こうから勝手にやってくるんですね。で、SNS とかのタイムラインに勝手に流れてきますし、テレビをつけていればニュースで勝手にやりますし、で、さらに言うと、マスメディアはこの仕組みをよく理解しているんで、大衆の心を動かすためにこういった情報を利用するんですよ。だから、俯瞰力が大事になってくるってことなんです。で、俯瞰力とは、意識の次元を上げることであって、おそらくですよ。で、おそらくこういったことが自然にできちゃう人が
次元上昇が始まっている人なんじゃないのかなって私はそんな風に考えております。はい、というわけで今日は、情報の扱い方という、まあ、そんなテーマで、まあ、今のような情報過多の時代でこれから私たちはいろんなことに翻弄されないためにもどういった心持ちでいればいいのかっていうのを、ちょっと話してみました。はい、今日も最後にですね、皆様からいただいたコメントを紹介したいんですけども、前回の動画で、学校とか教育について、まあ、ちょっと話したんですけども、まあ、私もいつもこんな動画で偉そうなことを話していますけども、そもそも私は子供がいるわけじゃないですし、実際教育現場にいるわけじゃないんですよね。だからそんな偉そうなことを言える立場では全然ないんですけども、まあそんなことを思っていたら、いつもコメントをくださるクララさんという元学校の先生の方が素敵なコメントをいただいたんで、ちょっと今日はクララさんのコメントを紹介して終わろうと思います。教育現場では今大変なことになっています。修学旅行も野外生活も遠足も延期、当たり前のことが当たり前にできない歯がゆさ、お勤めされている方々に頭が下がります。はい、本当にそうですよね。今学校の先生やられている方は私も本当に頭が下がります。続きます。30年勤め、結果的にコロナと同時に早期退職してしまいましたが、きっと今まで通り平和な小学校のままではいかなくなることの神様からの計らいで辞めることになったのだと解釈しています。楽しい給食も、黙食、グループで頭を突き合わせて話し合ったり合唱したり、運動会で感動して大声で応援したりハイタッチしたり、人は人との触れ合いで育って人間になると言いますが、距離を保っての教育現場、心の距離感だけは疎遠にならないことを願うばかりです。さて、良くなる前は一度沈むと言いますので、良くなる前提で考えると、忙しすぎた教育現場の大幅な改善、外的要因からの無理やりな改革になってしまいましたが、1. 行事の生鮮、形だけのものをやめることができる。 2. 不登校の児童もリモートで参加して出席扱いにできたらいいなと思います。 3. 多様な価値観を育てる良い機会とする。いつも思いますが、教育予算を増やして教師の人員を増やしてほしい。タブレットで教室が狭いから広くするのも大切ですが、もっと少人数で教育できればきめ細かく指導ができます。先生たちは真面目で器用なので何でも引き受けてこなしてくれますが、疲弊しているのは事実です。国は未来に投資してほしいと思いますという、まあ、コメントというか、クララさんが考えていらっしゃる、まあ、提案をいただきましたので、今日は紹介してみました。で、まあ、私は独身で子供がいないんで、あれなんですけども、でもなぜか、まあ、これも何かの縁なのか知れないんですけども、PTA に関する仕事もちょっとやってるんですよ。だから、まあ、そんなこともあって、今の教育現場の状況とかも、まあ、また聞きですけど、一応耳に入ってくるんですね。で、クララさん言われるように、今の教育現場って、まあ、本当大変だってことは、一応知識としては知ってるんですよ。で、まあ、そんな中で、まあ、クララさんからとってもいいコメントをいただけたんで、まあ、今日は最後に紹介して、終わろうと思います。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。スピリチュアリストのノリでした。